無理して夫または妻に会わせていること。愛媛県東温市のほほんさんの無理して妻に会わせていること。ただいま。うちの妻は、はい、わあいい匂い。え、カレー？いい牛肉が半額で買えてさ。あと隠し味に赤味噌とココア、コクが深くなるんだよ。料理上手でカレーを作ってくれるが、マジで？こだわりすぎて。はい、どうぞ。今日カレーじゃないの？はあ？カレーは一晩経ってからが一番美味しいんじゃん。明日？いつも一晩お預けにされること。東京都昭島市ゴンちゃんの無理して夫に会わせていること。おやすみ。寝る時に夫が、まなみ、ほら腕枕。え、いいの？いつも腕枕をしてくれるが、こいつの腕ゴツゴツで首痛いし全然気持ちよくねえんだよな。どうした？大丈夫？大丈夫。寝心地が最悪なこと。ということで、無理して夫または妻に会わせていること。